ドスコーイみたいなやつ。あー何にしよう、なんか、ドスコーイで行こうや。ドスコーイで行こう。ドスコーイ買ったし、買ったし、ふざけよ、ふざけよ。ドスコーイでこうやってこうやろ、ちゃうか、ちゃうか、これ木村テミンか、こうか、こういくらやろ。あっちょっと見たバラバラでもええやん。ああ、じゃあみんなが思うとすごい。いや、もういいよ、喋ってみよう。で、僕が、あれ、そう。元ネタ知らん。アメリアか。知らんの、どすごい知らん、知らんのよ。お前、分かってないわ。あの人、あの人。あわたさんも。知らんの、どすごい。見たことない。こんな感じで喋ってみて。あ、オッケー。そう。じゃあ、どすこい、どすこい、どすこい、はい。どすこい、お前。どうやってやってんやろな、一斉の。確かに。覚えてる。確かに。言ってんやろ。めっちゃシュールやん。ああ、それで。あ、それでいきましょう。そっち見ていいですか。こっちにしよう、こっち。はい。どすこい。ちゃんとこうビシッとこうしっかりこうまとめて試合をまとめて効かして上も下も効かせてでしっかりこう終わらせたいと思います。ニンニクみたいな、めっちゃニンニクみたいな。いやもう壊れてしまう。僕あの会長のスター最初チーロ君のサイニングじゃないですか。そこにアンキパッてじゃないですか。まあ、絶対アンキもめちゃめちゃニンニク食うだろうな。めちゃめちゃ食べてんやろうな。ロッカー臭かったもん、ニンニク。あ、そう、まあ、でもアンキイコールニンニクって言ってた。なんでやねんお前、こっちから取ってきたな。今もこう試合に関してそうだね。で、麻生とタイプ似てるじゃん。麻生さん、はい、僕の大好きな麻生さん、結構麻生君とスパイン役さん苦手じゃないですか。はい、だからワンチャンすごい苦戦する可能性もあります。はい、全然苦戦する可能性あります。でも麻生さんはポイントポイントが強いから出るやん。出なかったらだから強いじゃないですか。なんかなかったやん、この人。ああ、だからフンドーンってないやん。ああ、ここつけやん。ああ、そうだね。だからもう決めないといけないと。はい、1ラウンドで1投目ぐらいです。
そうやな、まあ、ほんまはな、ほんま言うとなリング戦ね、さあ、ゆくあなみをちょっと特集ね、まあそうだね、あの、初めてとかを見たいなっていうので、あのカオちゃんのこう、ちょっとスカした感じのスカしてる格好つけた感じのスカした感じではないんよスカしてましたね、いや、スカしてはないさ、なんかね、なんかね、その買って、ぶわーって喜んで、うん、喜びがないへぇ、安心だけおぉ、安心倒してもミスがないみたいなないこれはもうね、スカしてはスカしてるつもりはないですけど見てる人に見せてくれなんでスカしとんねんマジっすか確かにこんなにスカしちゃう当たり前からかっこいいよ持っていけるんだやっぱ麻生さんと対戦に向けて麻生さん僕あのスパーリング毎回苦戦してるやん、うんまあうん、だからあの今回も怖いですねこうやって飲み込まれてあほんで何よりこの今回の桜井選手は2年間ブランクがあって2年間ブランクがあって2年間毎日練習にジムに顔を出してそれを見て会長がそのジムの会長が試合を組んでくださったらしいすごっでもそういうそれを聞いてる時点でさもう一人の男として絶対気もハートは強いじゃないですかだからねでも今回僕に負けもし負けたら、まあ、勝っても負けてももしかしたら引退っていうその気持ちかもしれないしその最後のとっても一人の人間が最後のその最後の命がけで来るじゃないですかそういう時の強さっていうのは絶対強いと思うしでその男の人とやり合えるっていうのはもう僕嬉しいですけどねその最後になりたいですじゃあ最後しっかり僕の手であの葬るじゃないけど綺麗に確かに確かにっていう僕もそういう気持ちではありますね、うん、その本当に最後あの命がけで来るんだから僕も思いっきりこう正面から行きたいっていうのはありますよね、うん、でその熱い試合その気持ち的にはもう熱い試合っていうのはしていきたいんですよね、うん、どういう展開になるのかはもう分かんないああ、いや、一歩付けやな。じゃあ、その、いつ聞くかよ、お互いさ。その、振ってさ、その 1ラウンドから、あの距離で取られると、もうこっちも強いの打つじゃないですか。でも、多分、早いですよね、その、あの、決着は、多分。でも、早くしないとさ。確かに。で、3以上は、はい、はい。そう、そうですね。でも、3以上は行くつもりはないですよね、あの距離で。来るんだったら、で前回みたいに足使ってこう僕のポジションでやらないっていう相手だったら時間かかるかもしれないですけど、この選手はこの前で来てくれるもん、うん、来てくれるからそこで僕は下がるわけにはいかないし、うん、下がるつもりもないし、でもやり合うじゃないですか。だから勝負はまあ2位ぐらいまでですね。2、3ぐらいまでじゃないですかね。っていう感じ。はい、僕はリアルに当てに行ったら5ラウンドやな。おい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 あの多分その日の体調で多分こうまだ温まってない感じが多分するんだ。マグロはそうでどういうことどういうこと温まってない。そうあのこうなんかまだなんかこう上がってきてないという調子が。ああ5ラウンドぐらいでいやそれまでの展開も一方的やねんけど、まあ、確かにな、なんかこうロースターだよ。そう上がってくるのがまあ大丈夫です。ああ確かに前回を見て思いました、ね。はい、確かにスローすぎたな、はい。まあでも今回はスローかもしれないし、まあ、そう体調次第やな。5ラウンド KO 負け。俺の KO 勝ちですね。KO 勝ち KO 勝ち、まあ、当たったら何もしない。当たったら5ラウンド僕は自分で言って思ったもんね。1万だよ。はい、僕は2ラウンドですね。
あのもうこうガーって暗いからね、まあガーと合わせる、合わせるがガーと行くような感じなんで、まあ、早くこう終わらせてくれという期待を込めて2ラウンド。あ、やっぱ僕も3ラウンド。3ラウンドは3、5はあれ、タイプ的に近いか、確かに。ただでますよ。3ですね。そのなんかこうガチっていうカウンターも合わせづらいで、確かにな。もうガーっていくしかない。ガーっていくんやん。ガーっていったらもう2で終わるけど、こうちゃんと狙ってる瞬バーンとかが一番こう安定的ではある。それでいくんだったら多分、確かにアニキガチャで得してガチャガチャ一緒のスタイルでいいんだよ。面白い、うん、それ期待を込めての2ラウンド。面白さ、俺もガチャガチャ行くんだったらもう1やん。あ、もうガチャ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 2までやらなかった。いやいやいや、3やし。いや、ガチャガチャ初め5言う。いや、ガチャガチャの多分それで行ったら多分1ラウンドでヒーヒーになって2ラウンドで、うん、ガチャ終わらない。いや、でも俺ヒーヒーになったらもうまとめれんね。1回ヒーヒーになったらもうまとめれんね。1年1年ですね。ごめんなさい。でもあのデビューの時に、うん、あのデビュー戦、あの初めてプロになった時の試合でなった時にみんな予想 してくれたんじゃないですか。おみんなね、翼とかあの千尋とか予想してくれて、うん、でみんなこう倒す倒すって言ってたんですよ。で倒す倒すって言ってくれてて、もう期待を大いに裏切って判定勝ちになったじゃないですか。でも今回も多分倒す倒すって言われてたら多分僕期待を裏切っちゃうんで、多分判定っていうのもあるな。全然。いや、ほんまに、いや、ほんまに予想と逆を言う。そう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 、予想と逆を言ったら、確かに確かに。いやいや、判定勝ちかもわからんし、もはや判定負け。いや、あるある。その上あるかも。キレが負けてる。まさかの失神系ある。でもあるわ。あるか分からへん。確かに、ようほんでうっしか出し切るな。しかも、その写真撮って送ってくるんだよ。めっちゃ汚い。お前喜んでるやん。しかもなんか、緑色やっていけよ。もう汚いやん。面白いじゃん。でも喜んでんねん、毎回。こいつは毎回喜んでるもん。いやいやいや、なんかおもろいっすよね、それでも。スタンプ、お前ハート受け取るスタンプ受け取るやん。ありがとうみたいな。で、ね、みたいな。そう。明日も送って。でも負けかもせんしな、いや、ほんまに、それは。でも、あの、どういったよ、もう僕の予想は分かんないですね。僕自身ではもう全く予想つかない。KO 負けも全然ありえるし。慶応勝ちもありえるし、うん、はい、さあ想像してからな、うん、そうそうそう、いろいろな、確かに、うん、最悪のことな、うん、当日ほんまにそのな、うん、体が動かんけど、ほんまにあるもんな、うん、っていうかもうコロナで試合が流れるかもしれへんし、確かに、その前に、うん、どっちかがね、うん、PCR 引っかかって、うん、確かに、でも最悪の想定をしながら、うん、練習に励みます、うん、はい、じゃあ最後にじゃあ何気の意気込みをどうすかい。精一杯頑張ります。あ、対戦相手の桜井さん、思いっきり当日はやり合いましょう。よろしくお願いします。